当はやっぱり白い紙だったんだということですよね。漫画家さんたちが描くことで世界が現れ、人物が現れ、その末に皆さんのところに印刷物になって届いて、あれだけみんなワクワクしながら見るってことでしょ。その一番最初ってただの白紙だったわけじゃないですか。ものすごいスピードで呼び止ましてもらって、それで本望なんだけど、あれだけ手かかったんだなっていうことをちょっとでもこう引っかかってもらえると、漫画を読む楽しみも倍増するんじゃないかなと思うんだよね。ワン、ツー、スリー、まんべん、まんべん、今年7月、一つのプロジェクトがスタートしました。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。これ鉛筆書きで、それをスキャン取って、で、やわら、20世紀少年、マスター・キートン、漫画史に残る作品を次々と生み出すヒットメーカーです。あ、これでも昔の20世紀少年の、あ、はいはい、このまずあれを書く前にアイディア帳、ペンと自らの頭脳、それだけを頼りに白い紙の上で壮大なドラマを紡いできました。そんな浦沢さんが立ち上げたプロジェクト、それは漫画家のペン先を映像に残す計画です。これまで漫画家たちのペン先から数々の名作が生まれ、漫画は日本を代表する文化となりました。漫画家はストーリーはもちろん、キャラクターの表情、演技、情景などドラマのすべてを小さなペン先を頼りに生み出します。その作業はとても繊細、そのため執筆を密着撮影することはこれまでほとんどできませんでした。特にそうですよね。なんだってみんな映させないじゃない。漫画の現場っていうのは本当に知れてないですよね。みんな鶴の恩返しみたいなもんですよ。伝説聞いたことありますよ。担当編集者全然書いてるところ見えなくて、戸の隙間から原稿出てくる人もいるらしいですよ。本当に表札のないマンションの鍵はいつも本人だけが持っています。漫画家が絶対に踏み荒らされたくない作業場という聖域、浦沢さんがそこにあえて踏み込もうとしているのは、昔見たこの番組が記憶にあったからです。ここはもう家内しか入れないんです。で、アシスタントとかマネージャーもこの玄関までもうそこからあとはもう何ていうんですか、絶対もう女人禁制どころかもう男女禁制でね。漫画の神様、手塚治虫、その制作現場に密着したドキュメンタリーです。当時手塚さんは57歳、亡くなる3年前でした。撮影に協力し、技術を後世に残そうとしていたのです。三沢事件と相次ぐ原因不明の大事件が続いていた。手塚先生がペン先でスッと書いて、音から何からこう悩んで苦悩してこうやってる、そのすごいこう衝撃的だったというか新鮮だったんですよね。世界の漫画ファンってみんなその日本人の書き方みたいなのを見たがってますよね。世界に配信されるような話だと思うんですよね。日本人の漫画家のペン先みたいなね。他の漫画家に撮影を依頼するにあたり、撮影システムの開発に取り組みました。
漫画家にストレスを与えないためにはどのように撮影すればいいか。選んだのは最新の小型無人カメラです。今各位置のところがちゃんと見えてます、うん、じゃ あのこのぐらいのがいいかも。自ら実験台となり執筆してみることにしました。はい、回します。もう作業始めちゃってます。まず下書きを始めます。ネームと呼ばれるストーリーのあらすじを土台に白い紙へ小回りと絵を入れます。へえ、こんな風に描くんだ。浦沢さんのペン先、前後のコマを行ったり来たりするんですね。彼の演技の流れがいいかどうかっていうので、そうすると2コマ目、3コマ目描くと1コマ目が間違ってたりするんですよ。結構あるんですよ、うん、わあ、確かに違いますね。下書きが終わるとインクを使って本番の絵を入れるペン入れ作業です。浦沢さんのペン先から世界がどんどんと生み出されていきますね。やっぱり一番のあれは絵を描いてるんではないっていうことなんですよ。演技を投影しているから、スピードだったり空間だったりをここに書き留めようとする作業をしているから、ただのお絵描きじゃなくて、そのダイナミズムみたいなものをこの紙の中に出せるかどうかって、もうほぼ神がかりみたいなことでやってるから。本当だ、背中からなんか伝わるものありますね。このページいいっすね。こういう天井あいいんだけどね。こうなってて、こうなってて、うん、入れ床があんまり上手じゃない。仕上げに背景やスクリーントーンなどの特殊効果をアシスタントと分担して入れます。これだけの工程を経てようやく1ページが完成するんですね。大変だ。撮影システムもどうやら問題ないようです。この日撮った映像を他の漫画家さんに見せて撮影のお願いをすることにしました。どうしても出たくないって人は手だけでもいいんだとかいう話もね。ね、他の漫画さんどうかな、大変だと思うな。浦沢さんの無茶な呼びかけに答えてくれた漫画家さんがいました。やった。なんと川口海二さん、日本を代表する漫画家さんの一人です。代表作は沈黙の艦隊、原子力潜水艦が独立国家を名乗り世界のパワーバランスと対峙していく SF 大作です。そんなスケールの大きな人間ドラマをそのペン先からいくつも生み出しています。今回は現在連載中の作品の執筆に7時間にわたって密着することができました。
撮影の2週間後、その映像を2人で見ながら話をすることにしました。場所は川口さんの母校明治大学。わざわざありがとうございます。川口漫画スタートの聖地です。久しぶりです。さてさて、日本を代表する漫画家同士のお二人、一体どんな話が飛び出すんでしょうか。それ以来大きくなってから、もうっていう、うん、全然これのなかったもんだから。昔この前通りかかった時、川口さんは当時漫画研究会に所属し腕を磨きました。あの頃はさ、なんか学生運動のまたまたの中ですもんね。この辺ヘルメットかぶってた学生がいっぱい、授業なんかなかったんじゃないですか。なかった、みんなデモの練習してたね。ここだ。ああ、お思い出しました。これすごく片付けてんな。ああ、なんかこれらしからぬ整理整頓じゃないですか、うん、こんなに綺麗なの。いや、もっとひどかったような感じ。これらもボリューム2だ。それ多分もうこれ、これこれ川口さん、これうまい。2ページですか。へぇ、うん、見せたくない。隠しちゃった。世界中でヒットしてきた川口作品、その誕生の瞬間がいよいよ明らかになります。カメラちょっと最初のうち嫌でした。原稿になったんで、うん、やっぱ言語集中するあんまり関係ないですよね。ついてるから。よかった、撮影方法はクリア。あの惑星の5ミリ下げるとかそういうのがね、そう、気になるあるんですよね、うん、それだけでほらコンマ何秒、ほら目線、そうなんですね、目線が5ミリの5ミリ1段下げるとかそういうのは本当にやりますよね、うん。大体ずっとシャーペンですか。シャーペンいく。これは 0.5mm。 0.5mm で。この間あたり 0.7mm に変えてみたんですよ。それでもやっぱりタッチ変わりましたね。変わった。うん。すぐ 0.5 に戻したんですけど。戻したの。うん。なんか不安になって。いや、なんか違うなと思って。濃さは B。B ですね。うん、例えば HB を使ったりすると、うん、途端になんか嫌な感じになるよね。下書きは HB ダメなんですか。ジパング真相海流、源氏と平氏の戦いをリアルな心理描写とともに描いた歴史大作です。ストーリーは世の流れが平氏から源氏へ動き出す転換期を迎えています。今回ね、清盛とその時子とそのかみさんの話がメインなんだけど、その平家一門のこともその周りのことも全部清盛がイニシアチブを取って、清盛はそのつもりだったんだけど、実は実況を握り始めたのはこの時子なんだよ。で今回がその変わり目の回。原くんね、これで渡辺ね、はい、これいつきね、はい、これこういうところの掘ったて小屋のちょっとなんか板切れみたいなのが屋根かなんかこうこういうところのこう、あ、はい、ここに両方にこう屋根が出てで絵を伝える、頭の中の絵を伝えるっていうことは本当に難しいですね。あ、俺も時々ね、ほら なんとかっぽくっていうちょっと言いかけることがあるんで、意識してそれはダメだな、もうちょっと言語化ちゃんとしないと思うんだよ、うん、言語化できないからポクっていうなるんだよね、うん、だから追い詰めてないからそこまで難しいよね、うん、そう、ポクっていうのがダメって。そしたらどうやって人に伝えたらいいんだろう。本当に大変なお仕事なんですね。今書いているのは、平の清盛が次々と襲う逆境に立ち向かおうと
決意を新たにする重要なページです。清盛が頂点極めた途端に流れが変わったと。でもここで負けたら、自分が負けたら終わりだなっていう、その流れに固執、負けないぞというこう意思表明をしていると。ここが一番ポイント。ハグさんは正面が、今これものすごい正面画ですけど、正面画ってもともと漫画描き始めの時ってないじゃないですか、はい、その正面にする時にいわゆる漫画のデザインの花が、問題だよね、花が問題なんですよ、千葉哲也さんの花だと描けないじゃないですか。千葉さんは髪型もそうだもんね。ひらがなのくの字みたいな、こういう感じの花だと正面が描けないので、そうするとそこにあるリアリズムが入ってきちゃうということで、漫画の絵とちょっと離れちゃうっていうのがあって、あそこは割とみんな格闘してるんですよね。80年代初頭、正面画をどうしよう、要するに記号としての線をどう立体化して見せるかっていう、そうなんですよね。格闘苦闘だよね。あそこは格闘苦闘で、あと江口久志さんなんかは可愛い女の子を描くのに、鼻の穴二つ描いていいのかっていう、そんなご法度のことやっちゃっていいのかっていうところで結構苦闘したらしいですよね。でもほら、あのそれだと輪郭を描かないじゃない。鼻の輪郭があんまり。そうそう、あの輪郭それでそれでうまくクリアしたよね。そうそうそう、そうですよね。あれあの人の発見なのか。みたいですよ。相当苦闘したみたいですよ。いや、かなり貢献大だよね、みんなあれ真似してた。発明ですよね。鼻一つでそんなことになるんだ。これ何が始まったんですか、この脇でこの合わせみたいな。襟の形とかなっていうのがちょっと不自然かなと思い始めて、合わせの、合わせが薄いんで巻いてるのをこう思いついたんだよ、こうスカーフ状に、スカーフ状のものを任せたから。なるほどね。この場面では任せたいっていうで、任せるための着物の線はじゃあどの辺かなっていう、どのくらいまで下げられるかとかね。そうそう、ずっと描き慣れている着物のはずなのに、なんかすごく突然悩み出したな。そうそうそう。ずっと G ペンですか。ずっと G ペン。G ペン変えようかなみたいな気持ちになったことないですか。一回丸ペンも試してみたんだけど、やっぱ合わなかったんだね。柔らかすぎて。丸ペン柔らかいですよね。うん、でもあれ G ペンも柔らかいじゃないですか。でもあれ丸ペンも使ってる人は、いやこれじゃなきゃダメだって言う人いっぱいいる。そうですね。あ、どっから描き始める、人間の顔とか。輪郭？眉毛かな。部品から行くの？案外眉毛。そう、輪郭はじゃあ最後の方。でもなんか表情を描き出す時って眉毛から行って眉毛目っていう感じで。俺すっげえ不安なんだよそれ。やっぱり人間の顔の大きさってのがあって、はいはいはい、それをまず決めて、そこからバランス考えちゃうんで、はいはい、他の漫画家さんがこう描いてる現場って見るじゃん。でどっから描き始めるのかと。そうなんですよね。10人撮るだから、はあ、全然違うんですね。へえなんか言ってみます。そっから描くのって。漫画家って人前で描くあれがないから、サインを求められた時とかって緊張するよね。ですよね。うん、梅津和夫先生にサインお願いした時に、とんでもないグワン氏の指から始めたりなんかして、なんどっから行くんだろうっていうのアイドルねパフォーマンス考えてらっしゃるからな。
川口海二さんは昭和23年、現在の広島県尾道市に生まれました。小学生の頃は双子の弟さんと一緒に少年漫画に夢中になりました。中学1年の時、黒澤明監督の用心棒を見て映画制作に憧れます。リアルな描写と印象的なキャラクター表現に圧倒されたのです。一方その頃、少年漫画に代わり大人向けのドラマをリアルに描写する劇画が一世を風靡し始めます。衝撃を受けた川口さんは、映画のような世界を漫画で描きたいと思うようになりました。やっぱり子供じゃなくてね、青年とか、いや大人に向けてこう楽しませようという漫画だったんですよ、その劇画っても。それはエロゴロナンセンスも含めてね、ちょっと背伸びするような、背伸びして楽しむような世界だったんですね。自由をそこで、あのカッション漫画で手に入れたんですよ。じゃなったら、あの少年少女というのに限定されたら、俺は多分やってなかった。これがあれですね、その映画が出発点だった影響が現れているのがこの紙。漫画のストーリーを考えるとき、川口さんが一番最初に作るのがこれなんです。今ここにあるのがこれが、はい、これは脚本みたいなもんですよね、ネームという、まあ、脚本に近いかな、ね、わ緻密だわ、全然緻密だわ、僕なんか僕雑だわ。そうだからこれがないとドラマのこう成り行きってのも自分で掴めないんだよね、うん、はいはいはい、セリフがないと、はい、分量的に、うんうん、これ多分ね、映画のシナリオの影響が強いんですよ、はいはいはい、で高校時代にね、シナリオをずっと読むのを楽しめて、うん、こういうの好きなんだよね多分ね、やってる時に画面をこう想像してる瞬間みたいな、そうそうそう、でセリフがだーとこう。川口さんは大学在学中の21歳でプロデビューします。デビューの時の絵ってもう完璧な長嶋さんもこれハマってましたね。長嶋慎二さんは本当に僕も小学校ぐらいの時もかなりハマるよね。ハマりましたね、そっくりの絵描いてましたよ、ね、これ僕これ見た時に山上さんの光る風が思い出したんですけど、あれもね影響受けた、長嶋さんや 山上さんからこう影響受けた、ポップだったんだけど、うん、からね杉さんの方に影響受けたんだよ、はいはい、忠夫さんの方、うん、その長嶋さんとかそう山上さんのポップな感じから、うん、その杉さんのなんか乾いた叙情味みたいな、はいはい、ちょっと ガロ系の、そうそう、でそれが入っちゃったんだよ。川口さん、このある時から目が大きくなったじゃないですか、うん、ああはい、この目ん玉ね、そう、あれ僕ら読者で見てて、うん、ハード&ルーズの真ん中中盤以降かな、グーって変わったように感じたのかな。デビュー後、川口さんは人間の葛藤や不安感を生々しいタッチで描いていきます。しかしヒットには恵まれませんでした。そんな川口さんをブレイクに導いたのが目を使った感情表現でした。やっぱ編集者のアドバイスみたいなのがあって、ええ、一番感情を目で表現されるんで、うん、ちっちゃいと分かりづらいってなって、うん、そのほら人間の雰囲気は分かるけど、はい、その人間の感情までが、うん、目がちっちゃいとなかなか伝わりづらいとか、うん、っていうのがその編集者の主張でね、うん、最初はさ結構突っ張ってたんだけど、うん、ある時こう書いてみるとさ、うん、意外に違うなっていう、うん、あこれ結構やっぱ目で伝わる感情って大事なんだっていうのに気がついて、だからアクターの頃が今の絵の基本になってるですよね、うん、まあポップ感を狙ったのかも分かんないけど、うん、僕それこそ小中学校の頃から、うん、そういう風にあるところからグッてポップに変換する漫画家さんのその瞬間を見るのがすごい好きだったんですよ、うん、でその時ねいつも思ってたのが、この漫画家さん今 SF 漫画描ける、うん、
って思うんですよ、そのポップになった時に、何を基準なのかよく分かんないんですけど、自分の中 でその感じが川口さん あのハード&ルーズとアクターのあの辺で起きて、もしかしたら SF が書けるんじゃないって思っていたら、次に沈黙の艦隊だったんで、ほらほらやっぱりそうだと思って。川口さんは新境地の SF 作品沈黙の艦隊でも追求してきたテーマを貫きます。世界が抱える巨大な葛藤と不安を身につけたポップな画風で表現した時、作品は大ヒットとなりました。 顔のこう目の感じから変化が起こる前は、とにかく海外を舞台に漫画をするとか描くとかっていうことも一切考えられなかったよね。はいはい、外国人の顔をね、外国人の顔を描いて、おしゃれみたいにこうやっぱりポップになったっていうのがあって、また臭くもなった、あ、こうちょっと外国人も描けるし、外国を舞台にドラマも作れるんじゃないのか、いわゆるヤクザ映画を撮ってた監督が突然ハリウッドに出てたみたいな、深崎欽一みたいな、そう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 、そういう感じがあの時なんかありましたよね。あ、広がった感じしたよ、あの各フィールドがこう広がった、ペンタッチもね、嬉しかったよね、ペンタッチもぐーっと変わって、迫力出てきてる。最後に入れるんだ、なんかだるまの目入れみたいなすげえなと思って見てたんですよ。なんか一つの儀式っぽいですよね、最後の目を入れる作業が。なんか驚き、日本を代表する漫画家さんが日本を代表する漫画家の手法に驚いてる。今度は川口さんから浦沢さんに。うちのカムさんがね、こうファンだったんだよ、ファンだったってファンなんだよ、で、あ、僕の漫画なんですか、あの浦沢さんのどこが違うんだろうっていうのを二人で話したことあって、そんなの夫婦で話してるんですか、ね、すごいな、そんなのがあのお茶の間の議題になって、日本の漫画界で初めてブランドの洋服をきちんと、はいはいはい、そのキャラクターに着せてると、今までの男の漫画家は、ブランドがあるのかないのかもわからない、初めて日本の漫画家で、しかも男性の漫画家で、そういうあのこの女性のキャラクターだったらこの洋服をきちっと着るんだ、こういう風に着るんだっていうのを意識してこう 見せてくれた初めての人、それだけでも全然違うみたいなすげえ悔しかった、そんなことがあったんだ。だからね、今みたいにこう、ここって行き戻りするじゃない、あれがな、癖として、いや、すごく嫌なんで自分ではね。あ、そうなんですか。こういう風になるのかな、でもやっちゃうんだけど、本当はこう一本決め打ちで、決め打ちでピッて行きたいんだよね。そこになんか僕なんかは繊細さを感じるんですけどね。そう、大胆さじゃなくて、そう、だから川口海二っていう漫画家はもっと武骨な男っぽいっていうふうに思う中に、実はちょっとその感じが入ってるのが僕は好きなんです、その武骨なばかりじゃない繊細なところが行きつ戻りつ、なんかあとは言いながら、なんかそういう繊細さがあるんだなっていう線に見えるんですよね。
武骨でかつ繊細なペンタッチと力強い目の表現で清盛の葛藤する心情が描かれました。川口作品の真骨頂といえるページが完成しました。こっちはあの負けるもんかとそういうのが知り合いがあるけど、うん、こっちは不安が目にこの裏側の顔 の作り方がこれ This is 川口海事って感じですよ。漫画家同士いつまでも話は尽きないみたいですね。